皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルは、断り文句にどのように対処したらいいかを考えてみるっていうことをお伝えしたいと思います。まずですね、断り文句いろいろあるんですよね。どうでしょうかね。一番多いのとかは、まあお金がないっていうのが多いでしょうか。で、多分今までにもお金がないとかって言われた方っていうの多いかと思うんですけれども、さてその時にどのように対処しているかっていうお話なんですけどね。皆さんどうしてますかね。私の中でもですね、その方とお話ししながら、まあ、何通りか答えは用意するんですけれども、まずお金がないっていう場合に私が真っ先に考えるのが、今回のそのご説明したシステム、ないしはメニュー、レッスンメニューがその本人の思っているところでの価値を超えてこない、だからそのお金に見合う価値じゃないから払えないっていうことにするんですね。これ実際面白くって、じゃあお金がないって言ってる人が他に全然お金を使ってないかっていうと、趣味とかって言われるようなものとかは当たり前ですけど、そういう採算度外視になっちゃうことが多いので、ガサッとお金を払ったりとかしてる方とかいらっしゃいますね。例えば、まあ、もっと分かりやすくっていうと、私は子供はいませんが、お母さんがね、例えばお子さんができて、まあ一人分、まあ、増えるわけですよね。そうすると美容院に行ってたお金をお子さんの教育費に回すとかっていうことで、同じお金なんだけれども、ここに回してたものをこっちに回すっていう、その必要な順番においてお金って使っていくことが多いので、お金がないは本当にないっていうよりは、価値を感じないからないことになるっていう形なんで、本当にその人にとって価値がなければそれで終了でいいと思うし、価値があるのが本当なのにないように伝えてしまっているのであれば、次回以降似たような人にお伝えする時の価値の伝え方を変えるべきなんじゃないのかなっていうふうに思いますね。だから価値を感じてないというのが一番大きな理由ですね。あとはその金額がまとまってて大きいから分割払いだったらできるよっていう人に関しては、分割払いを提案してあげるとか、あとはカード払いとかを提案する。もちろんこちら側がそのシステムを用意する必要はあるんですけど、支払い方法を変えるっていうやり方で、まあご希望に沿うようなことができる話もあるかなっていうことですね。まあ、それが1点目です。あと次が、まあ、時間がないっていうことですね。まあ、時間がないっていうのはもちろん本当に時間がないんですけど、お金がないと理由はほとんど一緒で、この教室に来るために時間を使うほど優先順位は高くないっていうニュアンスが多かったりするですね。時間がないっていうのは本当に通いたかったら時間って作るんですよ。だからそこまでの魅力を感じてないっていうことなんで、まあ、もちろんそのまんまさようならっていう魅力を感じてないっていうことだったらですよ、ことでもありますし、本当はもう来たくないと思ってるんだけど、ちょっと断り文句が言いにくいから時間がないと言ってみるとか、理由はあります。ただどのみちその時間は本当に来たかったら作るし、お金も本当に来たかったら作るケースが多いので、まあご縁がなかったと思ってあまり執着せずに追っかけないっていうのもありなんじゃないかな。私はその形ですけどね、はい、お金がない時間がないって言われた人はそれ以上基本追っかけたことはないです。ただお金がないけれども、例えば分割払いできませんかとか、まあ、サイトには分割払いできるって書いてありますけれどもね、分割払い何回だったらいけるんですけどっていう前向きなお金がないっていう相談は全然極力こちらができる範疇でお答えはしているので、前向きなお金がないか後ろ向きなお金がないということはあり文句なのかっていうのは一つ大きなポイントになるかもしれません。あとは、時間がないのに非常によく似ているケースで、今じゃないっていう感じですかね。今通う、タイミングじゃないとか、本当にそういう場合もあります。子供があと半年したら小学校に入るんで、そしたら通いたいとかっていう人とかもね、いらっしゃるかもしれないし、ただいつかのために通ういつかが近々なのか先なのかっていうところで自分が迷ってて、うっかり来ちゃってあらもっと先でよかったみたいなね、そういうタイプもいると思うんですよ。そういう方は別に今じゃないっていうのをご自身で分かってるので、無理に今入っていただく必要はなくてですね、ご縁がつながってればいいかなっていうところで、メルマガとか LINE アットとか見ててもらって、まあ、そのうち来たらいいんじゃないんだろうかっていう、まあ、そういう感覚もあったりします。なので
今じゃないっていう方に関しては私のスタンスは特に追いかける必要はないなっていうふうに思っていたりします。今習いたい人を今お教えすればいいわけで、先かもしれないっていう人は先にまた来てもらえればいいだけ、良好な関係がゆっくりつながってればいいかなっていうふうに思います。なのでまあ、断り文句というかなんていうのかな、それを引き出してしまうことをすごく恐れる教室の先生多いんですけど、別に人格否定してるわけじゃないですからね。お客様はあなたを否定されたというふうに勘違いする人も案外多くて、その通うか通わないかっていうことを聞いてみるっていうことすらできない先生も いらっしゃるの私知ってますので、いかがされますかって聞くだけなんですけどね。それがやっぱり一言が言えないっていう方も多い。だから断られてても別に落ち込む必要はないっていうことです。その人とはその時にご縁がなかったっていうことで、そういうことさらに、それひっくり返すように、クロージングしていく話術ってあるんですよ。あるけど私はその手法は取らないです。お互いにとって多分良くないから、無理くり決めてもね、どうせ通わないですよ。あとはすごく要求が多かったりとか、トラブルクレームが多いタイプなんで入れない。ご本人が本当にやりたいと思う人だけやった方が多分教室にはうまくいきます。だから断られた時に、どう考えるかっていうのは私のスタンスはそんなスタンスなので、皆さんのスタンスと照らし合わせてみてください。それでは。